どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、ナミさんの方から起業するときに変えてほしい3つのことっていうテーマでね、お話しいただきました。で、私はね、逆にですね、会社員でいることの、メリットっていうかね、会社員だったらこういうところが羨ましいよねってことをね、ちょっと考えてみました。例えば、会社に出社しますよね。そうすると、一つの例として、自分のデスクがあって、でそこに腰掛けて、さあ今日も仕事始めるぞみたいなね、オフィスワークをするとします。でその時にすでにメリットがあるんですよ。それは何かっていうと、会社が自分のためにデスクを用意してくれていて、でしかもそのオフィスなりなんなりの賃貸料も払ってくれてるってことですよね。これは非常に羨ましいなと思います。それで自分が経費をかけて人を採用しなくても、上司や部下っていうのはそもそも会社に最初からいてですね、その上司や部下とか同僚とコミュニケーションを取ることも自由と。で一つの会社にみんなね、希望して集まってるわけですから、一定の信頼関係が、一言も話をしたことがない人に対しても同じ会社の社員ということでね、最初からあるんですよね。ですんで、なんか割と会社員っていうのは最初からいろんなものが与えられてるなと思います。でも自分で起業する、会社をするっていうことになると、そもそも上司や部下一人でさらえ、なかなかね、自分の力と力量で採用するのは難しかったりするわけですよ。で、当たり前のように出勤して、よいからしょっと座るべきデスクも、自分のお金で買わないといけないんですよね。これ当たり前のようですけども、その会社の備品っていうのがあることがどんなにありがたいかってことですよね。で自分の給料計算とかその他の総務事っていうのも会社の間接部門がやってくれるわけですよね。でも自分で会社をやってると、全て自分でやるか、特別に契約した顧問の税理士さんとかね、会計士さんにお願いしないといけないってことになります。そうすると固定費っていうのはそれだけでもかかってくるわけですよ。自分の売上の中からそういった固定費も払うことになります。だからね、すごいね、会社員っていうのはやることが本当にこうすごく限定されていて、働きやすい職場なんだなと思いますね。それに対して給料の保証っていうのもありますよね。で私たち自分で会社をやってるものっていうのは、売上が取れないと、集客ができないとゼロなんですよ。で経費の分だけマイナスなんですよ。でそのこう恐怖といいますかね、そういったところの戦いっていうのは毎日あるんですよね。だから起業すればみんながね、それでやっていけるわけじゃなくて、はっきり言って路頭に迷うケースの方が多いわけですよ。で起業が失敗したから、じゃあ仕事を探すためにハローワーク行きますとかね、どっか会社に就職する道を探しますって言っても、それはね、20代で若くして起業して失敗したならまだいいですけども、40とか50になって下手にね、長年やってきた自分のビジネスがあったら、今度は結構危ない年齢でですね、就職活動ってことになりますので、そうなったらね、結構怖いですよね。当然どっかの会社の面接受けに行くときに、今まで何やってたんですかって言ったら、自分の会社やってまして、でそこがうまくいかなくなったんでね、こうやって就職活動してるんですよって言ったら、採用する方としては、この人自分の会社をやってダメだったから仕事探しに来たんだ、使えねえなって思っちゃうわけですよね。だからそういうところでね、結構ね、起業ってデメリットばかりなんですよ。だからやっぱり挑戦するのが怖いんでしょうね。私の場合はね、なんとなくノリで起業したところがあって、しかも10年以上はうまくいかなかったんでね、よくやってこれたなと思いますよ、それは本当に。インターネットを使った起業ってものをした時に、その経費の分がね、だいぶ抑えられたのと、従業員を雇わなくてよくなったってところで、随分負担軽減されたかなってところですけども、でもね、売上を何十万何百万と上げないといけないっていうところは変わりませんからね。だからそれは会社員であろうとも、起業家であろうとも、やることはそんなに大きく変わらないのかなと思いますね。はい、というところでね、今回はね、会社員だったら良かったことみたいなのを思い出しながらちょっとお話してみました。今会社員でいる皆さん、結構恵まれている部分が多いと思います。はい、それでは今回は以上です。